ながりを、そして日本の和の心を大切にしたい。オリジナル映像2022、えい、和をもって京都市となす。本当に皆様のおかげです。どうさあ演舞で恩返しじゃ。私頑張って、ほらまだまだよいしょ。さあまだまだ盛り上がっていきましょう。ジエスの男隊じゃ。よいしょ。スイまだまだ行く。さあスイ、雨止んでる。皆様方のこのリエトっていう声援のおかげです。19年目ですけど本当にね、今日もう就職組がいっぱいになっちゃって今日は4人しかくれないはずだったんですけど、なんとかあの上司を口説いた人、試験を途中で諦めてきた人、手挙げなさい手挙げなさい手挙げなさい、あなたですよ。あ結局やっぱりお酒が好きでやっております。だけどやっぱりね、言ってるのは普段は、やっぱり一番はお仕事あるいは学校というふうに話しています。当たり前のことが当たり前にできて、このよさこいを続けていこうと、そして、のテーマ愛と勇気をこれからも続けていきたいと思います。本日は本当に温かいたくさんのご声援ありがとうございます。これを言わないとありがとうございましたが言えない気分ですいません。本当にありがとうございました。